TikTok でやってます本当は。でも28までね TikTok 休むということを僕明言してますので、朝散歩インスタライブでやらせてもらいます。みんなおはようさん。だいたい TikTok 見てない人は初めて見てるから説明すると、毎朝ね僕はだいたい歩いてるんですよ、健康のためにもね。でだいたい1日朝起きて1時間から1時間半まあ歩いてます。それを TikTok でいつも配信しながらねやってるんですけど、ちょっと28まで TikTok をお休みするんでインスタライブもやらせてもらってます。はい、まあなんてことない散歩配信です。そんないらんわ、興味ないわっていう人はもういつでもスイッチ切ってください。ここから1時間適当なこと喋りながら歩いてるだけです。まあ TikTok 使ってねギフトが飛ぶわけでもないので、りょうた適当にコメント拾って、これコメントアカウント名がな難しいね、どうしても。昔ねドバイにいるときはいつもインスタライブで朝配信してたんで、まあなんか懐かしいなと思っていただければ。まあ太陽の中で雨降ってる傘を差してることだけやね。俺自身は元気やで、全然元気ほんまに。もう咳がしつこいわ、ほんまにしつこい、腹立つぐらいしつこい。はい、まあそれぐらいですね、私的には。東京いつ来ますかっていう質問が。東京に行くよ、俺が東京行くことで何かあんの。まあそれ答えろ。キモい質問やめろ。東京いつ来ますかじゃないね、主語を述べる、なんで来てくるのか聞きろ。はい、母校です。中学です、僕も言ってた、お中学4年今どこにいますか、なんで言わなあかんねんと思うみたいな。もうね、昔ドバイの時に狙われてたからね、素直にどこにいますかで素直に答えれるほど純真さがなくなっとんねん、こっちは。お前ら気付けろよ、 TikTok ってちゃうからバンされへんからな、これお前。口悪いからな俺、口やる時は。お前よう考えてから質問せよ、お前ら。お前ツイキャス並みにここ何言ってもある程度大丈夫やから、ほんまに。じゃあもう一個、お昼何食べますか。食べたいもんな、お昼とか朝ごはんお昼ごはん兼用でね、昨日もらった弁当を量取って買いました。うまかったな、あれ美味しかったです。そんなんはいいね、そんなん何もでも答えるよ。あ、どこいますかとか、いついつどこ来ますかって、お前何を気にしてんねんって話や。食あるそういう質問。俺ね昔言ってん、俺なんで俺が彼女作らへんか知るか、理由。彼女に誰とおんのな、彼女に怖い怖すぎますわ。まあ、そんどうでもいいけど、彼女なんですね。彼女に関してはね、どこいんのとか、誰といんの、何時に帰ってくるのとか聞かれるの大嫌いなんです、俺昔から。親ですら嫌いやと思う。だから彼女作らないんです。彼女にすら言うのも嫌、親にすら言われたらイラッとすることも、なんでお前らに答えなあかんねん、どこにいんの、誰と行くの、アホか。ええー、ね、行きたいときに行くから、行きたいとこに。あ、お疲れ。お子さんや。じゃあね。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。そういうことや。すごいさ、あんなちっちゃい子が。ちっちゃい子が俺のことを知ってます。すごいな。まあ、門人のこの
恩人とこの子供も10歳で俺のこと分かってたからな、はい、なんか親が見ると一緒に見るみたいやね子供も。そうですね、うん、その傾向はあるよ。なんで俺がどこにいようがどこに行こうが誰と言おうが気分が向いたら言うからお前ら一時聞かんねん。まだいつ東京に行きますか。じゃあ例えば明日行きます。何があんねんそれ。その後の答えは答えは出せ答えをと思うわけですよ。いいね、人の居場所とか誰といるとかようあんねん。明日飯行こうや。誰来んの。誰でも嫌ないか別にそんな一緒に食いたくないやつ女が飯と思う。飯なんか誰と食ってもうまいやな。人多い方がうまいやろ。面白いですもんね。楽しいっす。今の子供将来大物になるわ言ってますね。ちっちゃい。あ、俊介さん来た。そういうことなんですよ。わかりますか。基本的にはどこにいんのとか誰といんのとか何すんのとか聞かれるの嫌いなんですよ僕は。 TikTok はねシステム上暴言吐けないんで優しくお答えしておりますけどもこのインスタとねツイキャスははっと思ったら噛みつくでほんまにすぐ噛みつくからな。まあインスタライブでね朝散歩するのほんま久しぶりなんで。ドバイの時はねいつもインスタライブでやってました。あの当時はね朝散歩してるだけで2万人見に来てました。すごっ。すごいというかなんで2万人も見んねんと思ってんけど、よくよく考えたらドバイの時は時差があるからね。あ、朝8時に歩いても昼の1時なわけですよ日本は。だからみんなまあお昼休憩とかの合間に来てたんやかなと思いながら、コメントなんか言えづらかったもん。ほぼ見れないコメントは鬼のように流れていくだけでしたもん。あれでコメント読む力が出世したな。こんなところ出社できてる。寿司一流すごいな。寿司一流って名前をつけるあれがすごいわ。自信に満ち溢れてます。自信に満ち溢れてるわ。食べて一流ちゃうかったらどうするいやあれ、あの小野小児か、そこらへんってね、どこやん。そこらへんってどこらへんやん。そこらへん。もう昔ね、関西人は密教してる時にその辺やでとか、ひょひょっと行ってとか、どんつき右とかよく言うんだけど、関西人。関西人の道進めはほんま雑やからね、みんな。あ、お前の好きそうなラーメンあんで。あ、知ってんの。いや、知らないですけど。ことほぎ。永遠に行くことないわ、俺ラーメン屋は。今53歳ですけど53年間生きてきてラーメン食べたいという衝動に駆られたことがないです。え、ラーメンと思うことは何回もあったけど一回俊介に騙されてね、そば屋さんやからって言ったらラーメン屋でした。お前まあ確かに中華そばとは言うけど全然そばちゃうやん。どっちかというとそばもそんな好きちゃうからね。うどんの方が好きやから俺は。ああそうですね。どっちにしてもやってこの後何する予定ですかはありですか。ない自由に来てね何するつもりとかそのいちいち言う必要ある。ブログ書いてるからブログ見てくれ。あのサロンメンバーはそれ以外の人はね、俺がたまにあげるストーリーとかも先ほど握手していただきありがとうございましたっていうコメントが。いえ、子供喜んでたでしょ。よかった、はい、まあこうやってね、歩いてるうちにいや、何やすかね。何ですかね。パン屋さんですか。そんなちょっと答えた感じがするけど島根渡らずに見たらよかったあれ。ここは中国かと思うぐらいチャリンコ多いです。ほんまに
ずインスタは気楽でね。はい、なんか下ネタ言ったらあかんとか一時考えてられへん。はい、今日の朝方始発で菊池先生が帰ってきました。お疲れした菊ちゃん。お疲れ様です。何も言わへんよ別に菊ちゃんのこと。お前期待すんなって。期待すんねんからね。楽しそうにしてはったからな。そうですね、この2日間。あ、さっきのお子さんの喜んでました、うん、ありがとうございます。車さんはっていうコメントが帰ったんちゃうか。今日帰る言ってたね。だってもうホテルチェックアウトの時間あった。ああそうですね、時間のこと。いや俺は連絡先知らんねん、あいつの TikTok の DM しか知らんから。うん、シュンとかキクちゃんはね LINE 知ってるみたいやけど、まあ俺テトリスも LINE 知らんから俺は。はい、あのほんまに深い関係にならないと LINE は教えません俺は。まだまだです、うん、俺という山があったらあいつらまだ5合目や。あ、まだ1合目以上登って今度ラインは交換せえへんでしょ。まあ、あいつらとライン交換したらしょっちゅうライン来そうやし、もう菊ちゃんはね面倒見がいいから。はい、テトリスも両方交換してんじゃん、この菊ちゃんは。ああそうじゃないですかね。だから俺からしたらもう菊池ファミリーでいいと思います、車とテトリスは。はい、キクリン、キクリンか。